それ、千鳥のスケッチブック。彼女の病室にあったものを整理していて、それが見つかって。あ、代わりに頑張んなきゃって分かってるけど。あ、ねえ純平、見てもいい？どうせ理解できないぜ、千鳥の絵はさ。これってすごい上手。ほんとすごいじゃん。どこが理解できない絵よ。これ純平さんの顔を克明に描写してるでありますね。次もどのページも純平だよ。一人純平咲いてんなよって言われてるみて。よかった。なあ、俺影時間を消すために戦うよ。今までちょくちょく突っかかったりしてちょっとだけ悔しいけど、でもお前の力頼りにしてるぜ。